皆さんこんにちは、しほです。はい、ただいまの時刻4時17分です。午後から動画を撮影1本して、今はなんか休憩しようと思って休憩タイムにしようと思います。なんかね、みんなと一緒にお茶しましょうみたいな動画にしたいと思います。ゆるいです。はい、そしてちょっと小腹が空いたので、この間の福袋に入っていたなんだっけ、タラミのこんにゃくゼリーと、あとお茶を飲もうかなと思ったので、大好きな梅昆布茶、今ね玉露園のもので、はい、ありますので、これを作って、あとお茶飲みながら皆さんとなんかのんびりおしゃべりとか、あのインスタでちょっとだけ今からしゃべるので、質問遠くないよくださいっていう募集をしてるの で、それにお答えしながらまったり動画を撮ってまいりたい、参りたいと思います。はい、これ最近よく飲んでるアップルルイボス、カフェインゼロのアップルルイボスを飲みます。なんか最近2人とも家でこう、夫も私も作業していて、なんか冷たい飲み物よりあったかい飲み物を飲みたいので、こういう飲み物の消費がね、すごく多くなっていろいろ飲んでます。この湯飲みはディズニーで、このねカップ可愛いんですけど、このカップはウェッジウッドですね。ウェッジウッドのものでおしゃれで気に入ってます。軽い、そんな感じで今日はまったりなトーク動画にしたいと思います。おいしょ、ちょっとねお腹空いちゃったけど、カロリーゼロだからこれ飲みます。この間の福袋見て、これ買ってくださっ、この福袋買ってくださった方がすごく多くて、もうねめちゃくちゃ嬉しかった。一瞬でなくなりました。で、あとなんか食べればって夫がくれたので、このポッキーをつまみながらお話しさせてもらいます。なんかね、こういう NG 集もそうだったんだけど、喋る動画がいいっていうのをいただいたのと、視聴者さんの中でラジオを始めたっていう方がいらっしゃって、応援してくださっていた方なんですけど、なんか逆にこう配信者とか動画の配信とかラジオの配信側になって、なんか言えばこう、私も発信する側なんですけど、配信する側の立場になった方もいて、なんか同じような立場になんか影響を受けてなりましたって言ってくださる方がいて、はあ嬉しいって最近思ったし、そのラジオみたいな感覚でこの動画も聞いていただけたらいいなと思ったので撮ることにしました。すっごい前置き長くなっちゃったし、この動画長くなっちゃうかもしれないんだけど、まあいろいろこう喋っていきたいと思います。ちょっとコメント読んできますね。旦那さん元気ですかって来てる。元気です、隣の部屋で今はお仕事をしています。旦那さんとの家事の分担はしてますかって来てますね。家事の分担はこう、これは私がやる仕事、これが私のやる仕事っていうのは分けてないんですけど、最近は洗濯物干し、洗濯物干しは基本なんか夫が割とやってくれてる感じがしてます。夫婦うまくいくのってやっぱ思いやりが大事だと思うので、やられたら嬉しいことを相手にしてあげようみたいな気持ちってすごい大事だと思ってて、私もそのゴミ捨てておいたよって言われたら嬉しいし、ゴミ捨てておいたよって言ってあげたい、そういう風に思うので、なんかされて嬉しいことは相手にする、されて嬉しくないことは相手にしないっていうのが、なんか私たち夫婦の唯一のルールかもしれないです。束縛とか、なんか男の人と出かけちゃダメとか女の人と出かけちゃダメとかそういうのないし、そういう機会もないんですけど、なんだろう、されて嫌なことはするなみたいな感じですね、されて嫌なこと、言われて嫌なことはするなっていうのが最低限の私たちのルールかなっていう感じです。今日1年前のしゅうちゃんの動画を久しぶりに見て、当時もとても可愛いと、ありがとうございます。今の方がとっても垢抜けて可愛いなと思いました。なのでもし垢抜ける
のにしたことや日々努力したり気をつけている美容のことがあれば動画にしてほしいです。なるほど。でもね、私もこの間 NG 集の動画を撮った時っていうか、こうまとめてたんですよね。その時に私めっちゃ顔変わってるって思って、結構顔が太りやすいのですごいいろいろ意識はしたり、なんか口角が下がってたりとか、すごい自分の中でコンプレックスがたくさんあったので、もうね、皆様にやっぱね顔を出すと言われるんですよ。なのでまあそれは、言っちゃいけないこともあるし、言わなくてもいいんだよそこまでっていうこともあるんだけど、なんかそこで私の顔を客観視して見るようになって、まあ矯正もそれもあってか始めたので、まあプラスに働いたこともあるんですけど、すごく顔に変化があったと思います。一番大きいのはやっぱ歯列矯正かなと思うんですけど、そう、まあね、これはねちょっと私も最近顔の変化をすごく感じたので動画にしようかなと思いますし、どうですか、気になりますかはい、それは話そうかなと思います。結構夫とのこととかお金のことをすっごくいただくんですけど、お金のことはこちらで、夫婦のなんか自己紹介とかはここで、で夫は顔出しもする気もないし、しかしたくないって言ってるのと、これからも絶対にないっていうのと、あとあんまり自分のことをベラベラ喋りたくない、私がこんな風に言う分にはいいみたいなんですけど、あんまり自分からこう発信したいとかってそう思っている人じゃないし、なんか謎な人物ぐらいの方が俺はいいって言ってるので、ね、それが嫌だなって思われる方もいるかもしれないんですけど、夫は夫なりの考えがあるし、私にもちゃんとそれをぶつけてきてくれてるので、そこは尊重したいなと思ってます。なんかそういうなんかリスペクト精神もすごいお互い大事なのかなって思います。毎日しないといけない家事をどういうモチベでしてるか知りたいです。毎日しなきゃいけない家事、なんか毎日チキチはしてないんですよ。もちろん動画で出してるような日もあります。でもそれが毎日ってわけではないから安心してほしいのと、あのね、結構前から言ってるけど、部屋の乱れは心の乱れって思うようにして、そういう時っていいことないんですよ。なんか失敗しちゃったりとか、なんかね整ってない感じがするので、部屋が乱れてる時は心が荒れてるし余裕がない時だって思うので、一旦部屋きれいにして落ち着いて仕事しようとか家事しようとか料理しようっていうように思うようにしてます。几帳面って言われますけど、そうじゃないところも全然あるし、なんか自分の中で満足のいくレベルだったらいいんじゃないかなと思います。やっぱ結構モヤモヤすることとか仲良しの秘訣すごく多いですね。なんだろう、一緒にいててもね、まあイライラすることあるけどでも何でイライラするんだろう、多分一人で怒ってることが多いですね私が。なんだろうね、なんで引っ越し考えてるの、今の物件の不満点、今の物件は住める期間が決まっていて更新ができない部屋なので、引っ越しはずっともうここの家に入った時から考えてます。なんか最近ちょっといただいていたんですけど DM で、なんかその何か今欲しいものはありますか、ずっと言ってるセリーヌのラゲージっていうカバンで、私はラゲージの中でもナノラゲージっていうショルダーにもなるし、こう持てるタイプにもなっているのと、私は白と黒のカバンをどっちも1個欲しいなって思っていて、自分でちゃんと働いたお金でちゃんといろいろ自分の欲しいものだったりを買うようにしてるので、頑張ってこういろいろ自分でお買い物できるように頑張るようにしています。だから今欲しいのはカバンだとセリーヌのラノーラゲージっていうのと、最近一つずっと狙っていたものを購入したんですけど、ちょっとお見せしてもいいですか。じゃーん、こちらのタトラスっていうところのダウンを、ロングのダウンを買いました。そう、これもねずっと欲しいものだったんですよ。でこのタトラスとかモンクレールとかちょっと長く使えるようなダウンが1個欲しいなと思っていて、そのダウンをやっと購入したのと、10万円ぐらいするんですけど長くね付き合っていけたらいいなって思ったのと、これファーもついてたんですけど、ファーは取り外して使ってるのと、これリバーシブルなので、なんか1個の高いダウン買うのに 2way だったらすごく
いいし、まあ表裏5万円ずつのコート買ったって思えばいいかなと思って買いました。5年ぐらい前からずっと悩んでて、でもなんかこういうコート着ないかなってずっと思ったりね、なんかちょっと大人なお姉さんみたいな感じのイメージだったので、なんか私にはまだ年齢的に似合わないかなと5年前は思ってたので買わなかったんですけど、まあそろそろもう買ってもいいかなと思って買いました。夫もねおめでとうって言ってくれたぐらい、あのすごくあのはい、あのやっと手に入ったコートです。これもね自分へ買いました。でそれからもう一個ね欲しかったじゃん、こちらのバーバリーのマフラーも年始にセールで買ったんですけど、これもずっと欲しかったものをねやっと最近手に入れました。かわいい。でおまけにこういう黄色の柄の部分も入っていてすごく気に入っているし、なんかこういうものは長く使いたいものはちょっと自分に似合うものを私は選ぶようにしてますね。はい、ここ最近の12月すごく頑張った自分へのご褒美でした。付き合ってすぐ同棲ってどう思いますか？全然いいんじゃないですか。私のもう年齢だったら全然ありだし、絶対同棲した方が私は相手のいろんな部分が見えるのでいいかなと思うし、全然なんかそこに時間は関係ないかなと思います。まあこの方がもしかしたらまだ若い子だったり、まだね18歳以下とかだったら親御さんのね承諾が必要だとは思うんですけども、まあ、18超えて、まあ、もしも働いてるとか、あとはまあ20歳超えて働いてる、まあ学生の同棲はちょっとなんかあれなのかもしれないですけど、じゃなかったらまあ大人ですし、まあ、いいんじゃないでしょうか。私はそう思います。なんかまったり話すって言ってたらもう30分ぐらい喋っちゃってる気がするので、そろそろ終わろうと思います。今日の夕ご飯何ですかって来てたんだけどね、今日の夕ご飯まだ考えてない。静岡のおすすめスポット、静岡はもう全然わかんないな。私静岡県出てからもうね8年とか経つので、もう8年前の静岡県で私は泊まっていて、すいません詳しくなくて。多分ね私が出てからカフェブームとかもあったので、カフェとかもすっごい増えてるみたいで、またね落ち着いたら戻りたいですしね。まあまた今年のこととかいろいろ発表されることもあると思いますので、楽しみに待っていてください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。すっごく長いなんかダラダラした動画になっちゃったし、なんかねカメラがね暗い気がする。なんか外がどんどん暗くなっちゃって、自分の顔もどんどん暗くなっちゃったと思うんですけど、また今年もいろんな動画アップしたいと思いますし、なんかこういうなんか喋るの好きなので喋る動画も増やしていこうかななんて思ってます。ではバイバーイ。見てくれてありがとうございました。